ソーエリー絞りは、柔道の固め技で、締め技12本の一つである。行動間、国際柔道連盟における正式名。締め技の中では、基本的な技とされる。着衣格闘技で使用される技である。アイフ略号エジ。2009パンアメリカン柔術選手権大会で、背後からのソーエリー絞りを仕掛ける、ブラジリアン柔術黒帯、ルーカスライト基本型で右手で、 相手の首を締める場合。まず、背後から両足で、相手の下半身を制しながら、左手で相手左脇の下から手を差し入れ、相手左襟を下へ引き、襟のたるみをなくす。次に右手を首に回したるみをなくした左襟を、なるべく深く握る。最後に、左手を右襟に持ち替え、下に引きながら、右手の手首を返して締める。試合ではよく見られる例として、 背負い投げや一本背負い投げを掛け背後を見せた相手に、対してその技を潰し、総襟絞りに攻めるケースがある。バリエーションは、下記のように様々ある。映像資料、行動間柔道固め技分類と名称では縦、四方肩から、肩駅下で、相手の頭を抱え、その腕で、相手の襟を持つ締め技が、総襟絞りとして紹介されている。 相手の左からの横四方肩からの、総襟絞りとしては右腕を、相手の後頭部の下を通して、相手の左前襟を持って締める。左腕は、相手の左足を、外からまたは、内から抱える。外から抱える場合、相手の右襟を持って、基本形のような両手の使い方で締めることもある。相手の後頭部を手刀で押さえながらの、 総襟絞り相手の後頭部を手刀で押さえながらの総襟絞りもある。亀姿勢の相手の右側から右手で相手の左襟を取り、左手で相手の左足を取り、右足を相手の後頭部にかけ、左膝で相手の背を押さえての締め技をアイフは総襟絞りと発表している。地獄絞りは相手の片腕に両足、または片足を掛け制して締める技。 総襟絞りに包含されている。両腕の使い方を、原型の総襟絞りと同様にして締める場合や、片端絞りのように締める場合も、総襟絞りに包含される。書籍、柔道締め技入門では、両腕の使い方を、片端絞りのように締める場合は、片端絞りに分類している。一方、映像資料、行動感柔道固め技分類と名称ではこれも、 総襟絞りに分類している。両腕の使い方を片端絞りのように締める地獄絞りの画像は英語版で見ることができる。柔道かわいしメソッドでの別名横転絞り。他に、地獄絞りスタイルの裸絞りである、角脇スペシャルもある。足がかり地獄、絞り足がかり地獄絞りは、相手の左腕を右足のみをかけて静止。 左手を親指を中にして、相手の左襟を持ち、左足を相手の頭部にかけて締める地獄絞りである。腰絞りは、うつ伏せの相手を締める技。国際柔道連盟では、技の分類を制定した1995年9月の分類では、総襟絞りとは別の技とした。1998年2月、行動間の分類に合わせる形で総襟絞りに、 放眼された。リオデジャネイロオリンピック柔道女子での相手の片足を、外側から掴んだ形の横絞りを試みる要瞬。霞横絞り横絞りは、うつ伏せの相手の横について締める技。腰絞りの一種である。試合で極まるほとんどの腰絞りは、横絞りである。上から回り込みながら締めることが多い。 ブラジリアン柔術ではアナログ時計の針のように両者が回りながら締めることが多いのでクロックチョークと呼ばれる。両腕の使い方を原型の総襟絞りと同様にして締める場合が多いが、片手絞りのように相手の足を内側か外側から掴んだり下脇の裾を掴んだり片腕を相手の片腕に絡めながら手首を掴んで制したり片肘を相手の自分側 または、その反対側の側頭部に当てたりしながら締めたりする場合も、総襟絞りに包含される。別名横総襟絞り。俵絞り俵絞りは、うつ伏せの相手の頭の方から覆いかぶさるがぶりの体勢から、総襟絞りをかける。腰絞りの一種である。相手を、うつ伏せのまま極める場合、相手もろとも横転して、仰向けになって極める場合もあれば、 自らガードポジションになって極める場合もある。2013年、米陸軍予備役の格闘技大会での、ボーアンドアローチョークメディアを再生する、ボーアンドアローチョークの実演動画ブラジリアン柔術で、言うところのボーアンドアローチョーク。右手で、相手の左前襟を取り、左手で、相手の左足を抱えたり、左下脇を取り、左足、または両足で、相手の胴を制する。 四つん這いの相手の背後について、バッククラブから極める場合もあれば、さらに回転して極める場合もある。リオデジャネイロオリンピック柔道女子78、キログラム級決勝戦で回転層襟絞りを仕掛ける、ケーラー・ハリソン。この後、腕座十字型に切り替え、参ったを取り優勝している。回転層襟絞りが決まる一歩手前。鳥は白柔道着のガシモフ。 リオデジャネイロパラリンピック柔道男子 73kg 級体ソロベーセン回転層襟、絞り回転層襟絞りはボー、アンドアローチョークの一種。通常のアンドアローチョークから、相手の片足を抱えた腕の手で片端絞りのように、相手の後頭部を押さえて締める。分類問題アンドアローチョークを、層襟絞りに分類するか、 片手絞りに分類するかで、柔道界で混乱が生じている。上述のように試合での決技も、総エリ絞りになったり、片手絞りになったりしている。書籍、柔道締め技入門では、総エリ絞りの一種だとして、初版では、表紙カバーに、柏崎技勝彦がこの技で受け役を締める画像が、掲載されている。ウェブサイト、柔道チャンネルではこの技は、 片手絞りの一種だとして、イラストも掲載されている。この技は2010年代の柔道では、最頻発の締め技だが、アイフレフェリングコーチングセミナー2018で、プレゼンテーションされた2016年2017年に一本決議、頻度トップ10に入った締め技は両年とも、総襟絞りのみだった。柏崎勝彦は、 J スポーツのアイフワールド柔道ツアー2018のテレビ解説で、この技は、行動感としては、総エリー絞りと呼んで欲しがっているが、国際的には、片手絞りで通っている、と述べた。しかし、上述のように行動感特別公演の、行動完売でこの技を、片手絞りと発表している。雑誌、近代柔道は2019年2月号では、 某アンドアローチョークを片手締めと称して複数ページにわたって技術特集している。一方、2019年4月号では上述のようにグランドスラムデュッセルドルフ2019での丸山城、白がこの技で勝った際の欠技を総襟絞りと報じている。片手巻き絞りは総襟絞りの一種。立ち姿勢から右へ下で相手の頭を抱え、 右手で相手の右前襟を持ち、左手で内無双の形で相手の右内ももを押さえ、体全体で前に押すようにして相手の首を締める。または、がぶりの体勢から右へ下で相手の頭を抱え、右手で相手の右前襟を持ち、相手を押し込んで座らせ、左腕で相手の右足をすくって締める。サワンは相手の右腕をすくって、 シングルチキンウィングに制する、この片手巻き絞りに似た締め技もある。同名の締め技として、相手の正面から右腕を、相手の後頭部から回して、相手の左襟を取って締めるものもある。左手で、相手の右腕、または左腕を制しても良い。相手の背後から右手で、相手の左襟を取り左側に、自分だけを転し、 相手の正面に回って締める方法もある。ネズミ取りは、ガブリの姿勢から右手で、相手の右襟をつかみ、相手の右から、半回転を手にして方丈四方肩の下に、潜り込んで、左手で、相手の背中の上着などを掴んでの締め技。奥田義郎の得意技。岡野伊佐は横転する際、空いた腕で、相手の片腕を巻き込みながらの手法を得意とした。 1964年東京オリンピックで岡野が極めた際は朝日新聞は総襟絞りとした。小手絞りはガブリの姿勢やシッティングガードポジションやうつ伏せの相手の頭部が股間付近にある姿勢から右手で相手の右襟を取り左手首または左前腕で相手の後頭部を抑えながら自らの右前腕部の下に左手を差し込んで締める締め技。 左手首を反らして締める。小室工事は、自著柔道固め技教本では、片端絞り、強調、柔道締め技入門では、総襟絞りの一種であるとしている。別名腕絞り、ポケット絞り。小手者絞りは、ガブリの姿勢や、シッティングガードポジションやうつ伏せの相手の頭部が、股間付近にある姿勢などから右手で、相手の右襟を取り、左手首、または、 左前腕で相手の後頭部を押さえながら左手で右袖を掴んで締める締め技。小手絞りに似た技である。小室浩二がよく紹介している。上手法絞りは上手法型や方上手法型の下からの小手者絞りのような締め技。小手者絞りのように相手の肩襟と自分の袖を掴む。映画、柔道の神髄三船十段では、強絞りの名称で紹介されている。 ノース・サウス・チョークとは異なる技である。逆層襟は、ガブリの姿勢から、左上腕部を、樹の左側頭部に当て左手で右横襟を通り、右手で樹の左駅下を通して、左前襟を持っての締め技。通算528勝、203連勝を記録した、山下康弘は後に振り返って、自分の固め技の軸は、層襟絞りであったと述べている。実際、 この連勝記録の中で決まり技が分かっている一本勝ち164勝の内19勝を総襟絞りで挙げている。山下は基本型や横絞りを得意とした。また、総襟絞りから変化して横四方型に抑えるなど連絡技の起点としても機能していた。山下は自分の太い腕、大きな手で総襟絞りを得意とする選手は、 珍しいとしながらも、自分の重い体重をうまく利用することがポイントで、あると述べている。斉藤とし南城光俊柔道パーフェクトマスター新生出版社2008年 ISBN978 から4から405086241、40 ABCD 山下康弘、山下康弘闘魂の柔道ベースボールマガジン社1991年、 ISBN4 から5830229314、e、柏崎勝彦、小室浩二、柔道締め技入門、ベースボールマガジン社、024025。ISBN978 から45億8310万2917。総エリー絞り、一本背負い投げを潰して一、柏崎勝彦、小室浩二、柔道締め技入門、ベースボールマガジン社。 026027。02 ISBN978 から45億8310万2917。ソーエリー絞り、一本背負い投げを潰してに、ハットエビーブダペストグランプリ2018、クォーターファイナルマイナス57キログラムカナダ出口、クリスタ VS ブラジルシルバ、レイフェーラ、スイスローザンヌ、国際柔道連盟。 https://www.ijf.org/.judoka/.41546/.videos カレントコンテストコードロングイコール GP 2018w0057-00602019 年5月閲覧 AB 柏崎勝彦小室浩二柔道締め技入門ベースボールマガジン社2010年 isbn 九百七十八から四十五億八千三百十万二千九百十七。三木之介河合氏。マメトドで柔道、ジーン・ゲール・ハット、フランス、柔道インターナショナル、ピアニッシモ。百八十八から百八十九。大手んじめ、加納幸光、河村定蔵、中村良蔵、大後俊郎、竹内善徳、柔道大辞典、佐藤信之、アテネ書房。 日本、173ページ。ISBN 48億7152万2059。腰絞り、平成29年全日本柔道選手権大会。全日本学生柔道連盟。2019年5月15日閲覧。2019年グランドスラムバクル大会結果。写真掲載2019年グランドスラムバクー大会結果。 写真掲載。全日本柔道連盟。2019年5月17日閲覧。ABC バック、グランドスラム2019、ラウンド2から 48kg ジャパンコンド、オアミ VS ブラジルチバナ、ガブリエラ、スイスローザンヌ、国際柔道連盟。 https://www.ijf.org/.judoka/.7355/.videos カレントコンテストコードロングイコー GS 和税 2019w0048-00172019 年5月17日閲覧木村正彦伊手闇崎中村義雄中村文彦寝技の風満吊三景者 2015年2月2日、第2版、192ページ。ISBN 978から4から864871082。締めの速攻1、対17回アジア競技、大会柔道競技大会結果。全日本柔道連盟。2019年5月14日閲覧。9月23日 52kg 級、中村美里一本府。 ユング、ウンジョン・ハット・エビ、ホーホーット・グランプリ2018、ラウンド3から 66kg ジャパン・丸山、ジョシロ・ VS エス・セルビア・ジュラケッチ、ドニー。スイス・ローザンヌ、国際柔道連盟。グランプリ・フフホト大会結果情報を掲載。 http://www.judo.or.jp:/p:/449752019 <ッ>年5月14日閲覧 ?AB ワールドチャンピオンシップスシニアズバック2018ラウンド3から 63kg ジャパンタシロミク VS カナダトレンブレーステファニースイスローザンヌ国際柔道連盟 https://www.ijf.org/.judoka/.3637/.videos カレントコンテストコードロングイコール wc10002018 w0063005-2019 年4月26日閲覧2018年空世界選手権大会結果情報を掲載 全日本柔道連盟。2019年4月5日閲覧。2019年グランドスラムデュッセルドルフ大会。結果、写真掲載。全日本柔道連盟。2019年5月14日閲覧。雑誌、近代柔道2019年2月号。ベースボールマガジン社。デュッセルドアフグランドスラム2019。セミファイナルマイナス66キログラムジャパン丸山。 ジョシロ VS モルドバビエルトニ、スイスローザンヌ。2015年アスタナ世界柔道選手権、大会大会結果掲載。全日本柔道連盟。2019年5月14日閲覧。全柔連は、ポーランドとしている、ハットワールドチャンピオンシップスシニアズ2015、ラウンド1から 66kg ジャパンエビヌマ、マサシ VS ポルトガルシーザー、ジオゴ、スイス。 ローザンヌ、国際柔道連盟。https://www.ijf.org/.judoka/.1787/. ビデオズ。カレントコンテストコードロングイコール w c 1 0 0 2 0 1 5 m 0 0 6 6 0 0 1 3 2 0 1 9年5月14日。閲覧。a b デューセルドルフグランプリ2017 ファイナルマイナス100キログラムジャパンウルフ、アーロン VS ベルジャムニキーフォロフ、トーマ、スイスローザンヌ、国際柔道連盟。https コロンスラッシュスラッシュ www.ijf.org スラッシュ judoka スラッシュ17383スラッシュビデオズ、カレントコンテストコードロング、イコール GP ジャーマン 2017M0100。 零零三後2019年5月16日、閲覧。2017年グランプリデュッセルドルフ大会結果。全日本柔道連盟。2019年5月16日閲覧。トーマニキーフォローフ、ijf.org。国際柔道連盟。2019年5月16日閲覧。聖子スポーツリンク平成30年度行動完売。 全日本柔道体重別選手権大会。成功スポーツリンク。2019年5月15日閲覧。木村正彦、伊手、闇崎、中村義雄、中村文彦、寝技の風光る三景車。2015年2月2日。第2版。193ページ。ISBN 978から4から864871082。締めの速攻に。 片手絞り、柔道チャンネルハット YouTube 柔道チャンネルアイフ、レフェリングコーチングセミナー2018パート1、15分50秒ごろ2019年3月10日、閲覧。連載第169回入門。一流の技術本間第一四段、片手締め雑誌、近代柔道2019年2月号92ページ、AB 柏崎勝彦、小室浩二。 柔道締め技入門、ベースボールマガジン社、2010年、032から033、ページ。ISBN 978から45億8310万2917。総襟絞り前からの押し込み、片手巻き絞り、高専柔道の真髄200ページ原書棒、高平成美、図節関節儀新規原社、2009年5月8日、第2版、50ページ。 ISBN 978から47億7530万4525。片手巻き絞り、ハット東京グランドスラム2017、ファイナルマイナス78キログラムジャパンハマダ、処理 VS ネザーランズスティンヒューゼ、グージェ、スイス、国際柔道連盟。 <premises, S 2> https://www.ijf.org/.judoka/.17473/.videos カレントコンテストコードロングイコール GS ジャパン 2017W0078 00352020から01閲覧朝日新聞長官ピアニッシモ九十九オクリエリジメ高平なるみ図節間接義新機元社 2009年5月8日、第2版、52ページ。ISBN 978から47億7530万4525。腕絞り、小手絞り、柏崎勝彦、小室浩二、柔道締め技入門、ベースボールマガジン社、2010年、030から031、ページ。 ISBN 978から48億7152万2052。総エリー絞り四つんばいの相手を前から、ハット AB ワールドシニアチャンピオンシップ2017、ラウンド3から 57kg フランスリスボ、ヘレーネ VS サウス、コリアジ、ユンセオ。スイスローザンヌ、国際受動連盟。 https://www.ijf.org/.judoka/.3787/.videos カレントコンテストコードロングイコール w c 1 2 0 1 7 w00570052019 年4月26日閲覧三木の介かわいしマメトドで柔道ジーンゲールハットフランス 柔道インターナショナル P198 上志保じめ朝日新聞社柔道の神髄三船十段日本日本映画新社教師堀美き之介河合氏、マメトドで柔道ジーン・ゲールハットフランス柔道インターナショナルピアニッシも202から203オク,クリりリありがとうございます